はい、ニュー機材スペシャルキャンペーン。これから紹介する機材、なんとタダで貸しちゃいます。詳しくは動画の最後にて。ご視聴ありがとうございます。映像制作のエレクション食べ物です。ということで今回はですね、今もうすでに音入ってるんですけど、ちょっとガサガサしますね。こちらロードワイヤレス GO という 2.4GHz 帯 Wi-Fi を使った、ワイヤレスマイクを、有言実行ということで、こちら渋谷のスクランブル交差点で使っていきたいと思いますということで、そもそもね、今ね、一応カメラマンプレビューしてるんですけど、言い忘れた。そっちより音が今多分変になってると思うんですけど、右が R がこちらのソニーで、左耳がこちらのロードの新しいワイヤレスになってるんで、今パソコンとかで聞いてた場合、ヘッドホンとかイヤホンとかに変えてみて、右がソニーで左がロードだみたいな感じで聞き比べてみていただけたらなと思いますということで、そもそも今入ってます？大丈夫ですか？今結構ね、人歩ってるんだけど、どうすか？入ってます？両方クリアに。まだ大丈夫？こっちも？マジで？へえ。とりあえずじゃあ今からスクランブル交差点渡っていきたいと思います。多分距離によって変わると思うんでね。で、つける場所は、実際に忠実にしたいと思うんで、まずロードのVIGOはここに、単体でつける。でソニーはこれをここにピンにつけた後、基本後ろ側ですね、ここ。よいしょ、背中につけます。普通のワイヤレスの場合には、僕の背中側に送信機がある状態になります。でVIGOの場合には逆で、ここがもうマイク兼送信機になってるんで、今が真正面になるので、ぐるっと回った時とかにこの状態では、普通のワイヤレスは背中側に送信機があるに対して、VIGO逆側になったりっていうとこが逆になるので、そこら辺もぜひぜひ見ていただけたらなと。多分ね、向きが変わると特に Wi-Fi とかって途切れたりするんじゃないかなとか思うんで、そこ見ていきたいと思いますということで、早速じゃあ行きましょう。よいしょ、人手足んないんでね、このまま行きますよ。はい、それでは早速スクランブル交差点歩っていきたいと思います。まずはじゃあ、向き的には向こうだね。ロードは反対側、裏側になってて、ソニーが、送信機がこちら側にある感じで歩いていきたいと思います。はい、今横断歩道歩ってます。逆に結構今風はちょっとでも距離にしちゃ直線で多分 30m ぐらいなんで、とかいろいろ喋ってるけど、どうしよう、これ両方とも途切れてたら全部コメントカットだな。いいや、とりあえず喋っときます。はいで、あと信号が変わったらまた、今度はロードが表で、ソニーの、B 帯の方が後ろ側、逆側になる方向で戻っていきたいと思います。スマホ持ってますね。多分手に持ってなくてもバッグに入ってますね。こんな電波ごちゃごちゃの中で B 帯も Wi-Fi も優秀だなって言えるような感じに音が入ってくれてたら嬉しいなと。ここら辺から多分入ってるんで、ほぼほぼあれですけど。はい、ということでこんな感じでございました。いかがだったでしょうか。カメラマンさんどうぞ。逆にちょっとここら辺で試そうかな。ちょっとVIGOをちょっとここら辺で試します。ちょっとバスら辺、そうだね、大丈夫かな。ここら辺とか平気っしょ全然ね。結構でも人通ってる方ですよこれ。田舎だったらばもうほぼ今目の前にいる人で、1日の駅の乗車員数みたいな全部も超えてるぐらい通ってるんでね。ちょっともうちょい離れますよ。どうですか。はい、今 20m ぐらいかな。まだ大丈夫。意外とこれダメでしょ。これダメっしょ。これはダメ。いけてるだよね。向きこれじゃなきゃダメなんだよ。そういうことか。この距離かな。この距離です。大体ね、どうだろう、 25m ぐらいかな。 25m ぐらいで大体、カメラに対して正対してればその分はまあ通信できる感じです。どうでしょう、多分今 WIGO の方もつながってるのかな、つながってるつながってる、おーおー OK、 はいはいはい。なんで本当にここにつけるのがベストっすね。前に言ってたのがこれってこのまんま使うんじゃなくて、せっかく入力端子があるんだからこういうワイヤレスのこのピンみたいなやつを挿して使おうみたいに言ってたけど、これそうするとここになるんですよ。そしたら終わりじゃん。これ結局なんか有線のピンあるんだけど、ちょっと今ソニーのやつでは多分曲線が違うのかな、なかなかちょっと音が入んないんで、ちょっと別にちょっと準備して検証してみようかなとは思うんですが、背中とかにつけてピンマイクを出したりしたらば今度ちょっと通信がだいぶ弱くなっちゃうんじゃないかなってところがあります。どうしようかな、それさちょっとカメラマンさんさ、ちょっとそこをメーターで見てて、俺がこれさここにつけるからさ、ここ音は入んないんだけどメーターでどこまで使えるかだけ見てもらおうかな。今どうすか、音入ってます？ちょっとポンポンしときます、ポンポンしときます。こことかどうすか、こことかダメ？ダメ？ここダメ？ここどうすか？ここら辺？ここら辺でもダメ？もうちょい。1、2歩。はい、ということで、やってまいりましたけど、あと1点気になったのはラグですね。結構この Wi-Fi の方はやっぱりB 帯と比べてそこそこラグがあります。まあ見てもらって分かる通り、ちょっとまあどう違和感あるかどうかちょっと皆さん使用用途に応じて見ていただいてって形なんですが、もしかするとどうだろう、ちょっと編集とかで調整が必要かなっていう感じもするぐらいのラグでございます。またあるとめんどいね。こういう時めんどいね。なんか B 帯とワイヤレスこの Wi-Fi を混合した現場とかだと編集さんちゃんと伝えないとめんどい。エコーみたいになるかもしれないってとこだけ、はい、でなんと今回アイネク機材のスペシャルキャンペーンでなんとこちらの WIGO を、まあ、皆さん使いたいと思いますよね今見てて。でまあ値段的に言うて大してしないんで買ってもいいと思うんですけど、まあ在庫も結構なんか豊富にあるみたいで、まあでもなんか、まあ、言うてなんか今の聞いてなんだちょっと怖いなみたいな思ったりすると思うんで、1日だけお貸しします。ただで0円レンタルということで、応募の仕方は簡単、この3ステップです。まず、皆さん YouTube ご覧いただいているのでそのままチャンネル登録してください。でその後うちの Twitter の方が、応募フォームというか応募する場所となっているので、そちらの方をフォローしていただいつつ、リプライにて、チャンネル登録してるよっていうスクショと一緒に買いたいですって言ってくれたらば大丈夫です。そしたらば抽選でもうできる限りもこれもずっと貸すんで、できる限りもう期間作ればいいのか、1週間以内にいただいた方に、抽選で、これをもうバーってスケジュールでお貸しします。もうどんどん使ってください。その代わり1日で返してください。なんで送ってついたらまあできればそのまま使ってすぐ返してほしいぐらいなんですけど、まあ1日ぐらいでもうすぐにもう1日レンタルということでお貸ししますので。でもう次もっと使いたいんであれば買うかうちで借りてください。このお試し用とは別でもご用意してるんでそちら借りてくださいということで、はい、なのでぜひぜひ概要欄の方をご覧いただきまして、そちらの方で、ぜひぜひタダで0円レンタルを応募していただけたらばなと思いますということで、また別の動画 WIGO の検証動画別のとこでも載っけたりしてるので、ね、そちらもぜひご覧になっていただければと思いますということで、以上映像制作アイネクションの WIGO 紹介でございました。てか WIGO で合ってるのかなこれ、シフト勝手に WIGO とか言ってる。ワイヤレス5にしときますか、ワイヤレス5です。はーい。